はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。今日は1月4日月曜日、時刻の方は9時5分です。ね、今日はね、ほんのちょっとしか仮眠してないですし、今1時間半ぐらいね、皆さんのコメントを見ていて、で、ちょっと必要とされる部分をね、抜粋してこの動画にまとめたいと思います。で、今回の動画の内容はとても重要なことになります。めちゃめちゃ超ウルトラ重要なことになります。で、重要な項目を短くね、もうマッハで2点、3点ぐらい伝えたいことがあります。本来だったら3本の動画にね、して別々にして伝えたい内容をギュッと凝縮して、この短い1本の動画にまとめました。ね、この短い動画だったら最後まで鑑賞していただけるんじゃないかなと思います。まず、国交省の責任は重大。おじいがここを強調しているのには理由があります。いろんな空港の事故、そういったものを全部把握しているんです。そして、その重要な、ね、事故、トラブルなどを全部何が原因だったのか、じゃあどうするべきなのかとか、そういったものを全部ここに集まってるんです。何かあれば大変遺憾であるはここから出てくるんです。その、国土交通省、ね、すでに議員から指摘されていた空の安全が脅かされている。これをしっかりと国会で指摘されてるんです。なのに、羽田空港、現状をほったらかしていた。この責任が重大であると、おじいは伝えてるんです。指摘後も改善せず。で、これがどういったことかというと、はい、これです。ね、本村信子さん。ね、ちょっとこう、いろいろね、大臣が、あーとか、こうとかね、まあ、いろいろあるし、日本共産党なので、って思ってたんだけど、でも、これはもう関係がない。ね。子供たちの未来と命のために、今すぐ原発ゼロ。まあ、今すぐ原発ゼロ。地震もあるからね、危ないところに原発はいらない。ね。あの断層の近くのところに原発なんか持ってたほうがだ。ね。だから原発がないと、生活が、ね、光熱費がブワンと上がるんで、それに変えるものをしっかりと対策をしてからゼロ。でも対策をしてる間に、とんでもないことになったら大変なんで、ね。だからこの原発ゼロを目指していかなきゃならない。この早くタイミングを見て稼働させようっていう、そういう動き、もう見え見えなんでね。肝心なのは、新しい、このエネルギーをどうしようか。そうすると今度、ソーラーで、買い取るからどうのこうのって、それを、広げようって。で、悪徳業者が増えて、で、どうなったんですか？ああ、やっぱそれなしで。こんなにお金をかけてやったのにってね。そういった問題があって、じゃあ、それ被害を受けた国民はどうなったかというと、何もないでしょ、結局。そういった問題もね、あるので、ちょっと国は無責任っていうのはね、いろいろあるわけで、まずはこの本村ね、信子さんだよね。この内容、国会質問、2017年です。ね。今何年になった ?18、19、20、21、22、23、今まで何年だった？今年24か5か、多分どっちかだと思うけど、今何年か分かんないんだけど、とりあえず、かなり前に指摘されてます。これがね、航空管制官の増員を、今回、羽田の事故で、ね、増員しないけれども、ダブルチェック、福岡でやってるような、ダブルチェック、
重大インシデントが発生して、その対策としてのダブルチェック、それを取り入れて、ね、人は増やしてないけども、そこを常時監視するのをそこに置くようにしたって、ちょっと意味がよくわからないんだけども、そういった内容がありました。で、この航空管制官の増員をという訴えをしてるんです。まずはね、この内容を見てください、ね、人員不足、安全脅かす、ね、日本共産党の本村信子議員は7日の衆院国土交通委員会で、航空管制官の業務が増加する一方、人員不足で空の安全が脅かされているとして、管制官の増員を求めました。本村氏は、航空管制官の航空機の取り扱いが1998年時に比べて259万機増加する一方、管制に関わる職員が全体で668人減少し、管制官は06年のピーク時から77人も減っていると指摘。管制官削減により安全面へのリスクが増えたとする中部国際空港愛知県の実態を紹介し、休むことなく管制業務を続ける場合もあり、現場から悲鳴が上がっていると訴えました。石井啓一国交省は、勤務状態の把握に努め、必要な体制を確保していきたいと答えました。こういう内容がね、もうすでにあったんです。で、その後に、いろんな問題が、ね、こういった悪いウイルスがあって、お客さんも減ったし、ね、まあ、いろんなところで、全体的に、ね、こういったものもありました。これね、当時国交省がこういった内容を議員からね、指摘を受けて、で、必要な体制を確保していきたいと答えてるんだよ。空の安全が脅かされている。ね、どんどん飛行機は増えているのに、ね、管制官は減っている。この危機が皆さんわかるでしょうか。で、これらがあって、人の命がなくなって、ね、何百人が火だるまの飛行機の中で命が脅かされて、そして増員、羽田空港は増員することなく、ずっとね、そのモニターをピッピッピッっていうアラームね、60秒以上ほったらかされた。解放機が滑走路に出ちゃってピッピッピッって赤くなってるのに、それをほったらかしていた。それを今後防ぐために、ミリ役を一人つけた。増員したわけではないっていうね、そんな記事があったけど、その意味がわからない。じゃあその一人はもともと余分な何にもしてない人が、ぼったってる人がいたのか。それとも、それをずっと見ることによって他の業務ができなくなるわけだから、じゃあそっちの業務はどうなんだ、ね、そこの疑問が出てくるわけです。で、必要な体制を確保していきたいって言っていた当時の国交省大臣。こういった問題、管制官の問題に対して、この木村信彦さんが言っていたことに対して、しっかりと正面から取り組んでいれば、今回のような事故は防げた、完全に。おじいはそう考えております。違う？本当ね、今日も本当ちょっとしか寝てないよ。ちょっとしか仮眠してない。ね、
それでもこういった問題もね指摘されていて、昨日夜寝る前に言ってたでしょ、中からの製品も前々からずっと言われたことなんだよ。おじいもそういえばっていうのがあって、でちょっとその内容を見てね、まあ、こういった情報を取ってね、まあ、この時間になっちゃったんだけど、でこういった問題を見て皆さんはどう思いますかってこと、何のための国土交通省なのか、この国土交通省っていうのは何のために存在してるの、何かあったら大変遺憾だっていうために存在してるの、空の上で慎太郎がね、思いっきりね、愛国精神を持ったね、あの慎太郎が、ね、嘆いている、ね、だから本当にね飾りなんだよ、お飾りな、何の役にも立たないここの存在、何ただの資料保管庫役目、何かがあったら、ね、その調査報告を保管する場所で PDF にして誰でも見れるようにその保管庫、ね、何の役にも立たない。だしこのね、この元木村さんじゃなかったね、本村さんだね、この本村信子さんだって何にも調べないで言ってるわけではない。こういったデータベース、この現場の声、ね、そういったものが悲鳴を上げている、こういったものを全部まとめて言ってるわけなんです。もうここに上がるまでにはものすごい民主数とものすごいデータベースと、ね、それをまとめて伝えてるんです。で、それをほんのわずかね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24文字、この24文字ほんの数秒で返して終わりだったってことなんです。それぐらい命に対して軽く見てるってことだ。にやっとして会見してもね、不思議ではない。はい、まあちょっとその問題はみんなで考えましょう、ね、今回ちょっと真面目な動画だからね、今回も、うん、9分前ね、さっきこれ朝一番だからね、9分前にいただきました。ここの米はためになるね、ありがとうございます。ここの米は役に立つんです、ね、今のすっとこどっこいの若者に伝えたい、おじいにできる唯一のことでね、おじいの残りの人生をかけて今の若者たちに伝えたいことなんです。で、どんな時にもね、おじいができることっていうのは、例えば通信障害が起きたら今どうなってるのかとか、小回りを利かしてね、本当パパッとこう情報を出したりとかね、みんなが疑問に思うことをまとめてパンとこうテーマにして、パンとこう出すっていうね、まあ本当そこのところでやってます。まあこれについてはちょっと次のコメントのところでね説明したいと思います。とにかくね、おじいの生まれ持ってのなんかこうあるんですよ、そういうのが。人がね寄ってくる、ものすごく。ここの米はためになるね。もう15年以上前から滑走路への侵入は間違いを防ぐため、ラインナップウェイトに統一された経緯があります。管制方式基準の変更もありました。エアラインでは、ホールドが ATC に入っている場合は、滑走路に入ってはいけないと認識しているパイロットが 100% です。海保ではそのような認識はなかったのかな？海保のパイロットは管制方式基準を5回射計しろと言いたい。いろんな問題がねあるんです。で、海外を含めていろんな問題、こういった問題がある。で、そういった問題を本当日本っていうのは過去の昭和の日本だったら世界のお手本になるように、とにかくすごく
丁寧で細かくて、ね、で神経世界で一番神経質な人種なんで、ね、潔癖症な人種なんで、徹底して安全面でも何でも手間暇経費、ね、壊滅術一番大事なものを優先してやってきたのが昭和の日本だったんです。今そのマナキョになってる他の国とか中国を含む、ね、他の国が昭和の日本のあの頃に向かって今ガーッと来て追いついて追い越した。日本は逆にどんどん昔の中国に向かってこうしてなっている、ね、そういうちょっと残念な結果があります、ね、で、まあ、いろんな問題がある、ね、で国内線なんだから日本語で言え、ね、もともと日本語でやっててなんでこっちにしたんだおかしいだろうっていうね、そういう指摘もあります。日本語でやってその何が必要があるのかに英語とか中国語とかいろんな言葉ってその国でないとわからないその意味っていうのがあって、全てが翻訳できるものではないし、ね、日本人だったら日本語っていうのはほとんど意味がわかるんで、ね、だから日本語でやり取りすればいい。それをなんでやめたんだろう、ね、そこのところがね意味不明、全くわからない。だから今回の緊急時も事故が起きた後の機長がね搭乗者にも説明しなきゃならないから何があったのか説明してもらえてね、ちょっと日本語で失礼しますってね、そういうあれがあったでしょ、更新のやり取りが。だから本来日本語でやるべきなんだよ。だから形だけかっこつけてそういったものはなんでありがどうだこうなって、それを決めたのは誰なんだ、テーブルの上でああだこうだ勝手に余分なこと言ってね、やってるだけでしょ本当。だ無駄なことをしてるんだよ。ね。ほんとね。で、ここの米はためになるね。どんな時にも、おじいのとこのチャンネルは、ものすごくいろんな意見がね、集まるんです。そして、あとね、今ちょっとこう見ていたのがね、この、ICAO の完成マニュアルっていうのがあって、ちょっとこれまた改めてちょっとこれ一個のテーマにしたいんで、ちょっとこの内容今ちょっと全部読んでまた長いって、すごい言われるんでね。とにかく、今回のこの内容で言うと、このね、まさしくこのマニュアルが指摘したことが起きたのだと思います。他の方がすでに書いてるように、この誤解を防ぐために、ラインアップ&ウェイトということになってますが、ね、であと「フォードショート・オブ・ラウェイ」ちょっと待てだよね、ここの後半が抜けてるっていうのをここのコメントじゃなかったかな、違ったかな、このね、あとこれこの内容があってね、北米で非ICAO 用語が使用されており、一部のパイロットに誤解される可能性がある。北米では管制官が滑走路進入許可を出す際に、ポジション&ホールドという用語を使用することがある。この誤解により滑走路の安全に関連する事故がいくつも発生しています。副掌は非常に貴重に慎重に確認する必要がある。ね、まさにこの前流してきたことが起きたんだと思いますっていうね、そういうことなんだよね。であとこの管制塔はね、この後半が省略されてしまっている、今言ったねこのホールディングポイント C5 と言ってるので後半が省略されていますっていうここのね、今言ったこの部分でこの長ったらしいと分かっている、当たり前毎日やってることかもしれませんが、ここでホールドショートを言っていれば妨げたかもしれません。ね、ちょっと待って。ね、ちょっと待って。ね、行くのが、出発までちょっと待って。だ次は、ね、離陸1番目。でもちょっと待って。ね、この C5 の停止のところちょっと待って。ね、これを言ってればいい。だこれがマニュアルにちゃんとあるものを省略しないでやっていれば防げた。ね、何のためのマニュアルがあるんだっていうね、そういったご指摘があります。はい、そしてね、まあいろんなね、昨日も言ってるんだけど、批判
批判、批判するわけじゃないがっていうのが今日も来てたんだけども、批判っていうのは、それを見て、あだこうだっていう、ことを批判でね、日本人って何でか知らないけど、批判っていう言葉は、否定することと、否定を批判って勘違いしてる人が多いです。おじいの過去の動画で、何年も前の動画で、ずっとあるんだけど、その一個のテーマで。批判っていうのは、それを見て、わしゃこう思うよっていうのが、批判なんです。だから批判っていう、見るやつもあるし、批判ってね、批判するわけじゃないなって言ってる人は、批判ってググってみてください。なんて書いてありますか？あなたがしてることは批判なんです。批判は悪いことではないんです。例えば、おじいの動画を見て、おじいの意見を聞いて、賛成の意見も反対の意見も、どっちも批判なんです。批判という言葉を悪く受け取っている日本人がものすごく多いんだけど、批判という言葉は悪い言葉ではありません。ね。ここを間違えてる人が多いです。で、ちょっとね、こういうにわか知識でね、誰がするから炎上するんでしょうとか、ね。こういうコメントってすごく多いんだよ。で、そういうコメントって、いくつか許可して、今回はね、出しているんだけども、Google 様のあれに引っかかったのは知らないよ。ね。仕組まないけども、軽いバカにしたようなやつは、軽いのは、チェックのところにポンって、これやってる人だったらわかるんだけど、やってない人っていうのは、わからないんだよ。ね。で、それ別として、そういうコメントを書く人って、大体見ると、ご自身で、発信をしていない。いや、こうだ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 、って名乗ってどうの、こうだ、ね、上さん取って、やれ、とかね、って言って、で、これはこうである、もっとこうしてからこうやって、動画作るべきだ、こうだ、こうだ、って言ってるんだったら、その人のこれを見て、じゃあ、どんなお手本のような動画を作ってるのかなと思って、参考にさせてもらいたくて見に行くと、だいたいこのパターンが多いんです。で、最初のおじいが言ってることを既に言ってるんだけども、いい？自分が何もできない奴が、ね。何を言ってる？何も行動を起こせない奴が、何を言ってる？おじいはいつも動画でもうこれ100回ぐらい言ってるんだけど、ね。できない奴ができる人のことを笑うだろ。ファイトって知らない？できない奴が、何もやらない奴が、努力してる人をね、努力も何もできない奴が、ね、行動を起こさない奴が、それをやってる人たちのことをね、ぐじぐじ言うんだよ。日本人っていうのは。いいかい？おじいのコメントとか、動画とかね、いろんなことをね、バカにする人がいる。おじいは今の子供たちに伝えたいことは、ね、おじいの昔の10年ぐらい前の動画とかよく見るといい。なんでおじいがこの動画をやってるのか、ね、人は諦める。で、ああ、もうオワコンとか、ね、この、ちまちまコチコチやって結果を出すっていうのがやってられない。おじい、お前たちの時代とは違うんだ。俺たちは今この結果が欲しいんだ。ね。だから、相互フォローとかやって、1000人達成して、今すぐに結果が欲しいんだ。とかね。あんたらみたいにのんびりやってらんないんだ。とかね。どんな手を使ってでも結果が出ればいいんだ。ってね。そういう若者がいた。その内容もまだ残ってるかもしれない。そうではないよ。常日頃の努力っていうものは、コチコチ積み重ねたものは必ず、ちゃんとした形になってできるんだよ。おじいがそういうことを証明する。おじいが言っている。学歴はありません。ね。高校とかも2年にね、上がってないので、行ったことにならない。ね。なので、学歴は中卒です。
漢字も読めません、言葉を知りません、でも元気なおじいは何もできなくてもこうして発信することができる。そして年間ものすごい多くの、ね、中国人の方とコミュニケーションをとって、ね、中国もわからないよ全然ね。でもいろいろやり取りをしながらいろんな案件を紹介している、ね、そこに行くまではどうやってやったのか、ね、試行錯誤と努力です。これはね、でおじいは、ね、みんなから言われるようにいろんな知識もないし、動画を喋るのも下手だし、ね、うまくまとめることもできない。でもこの世の中にはね、その動物を可愛がる心優しい人とかね、お子さん、ちっちゃなお子さんとかね、めいっ子とか孫とかね、って何お腹すいたの、何どうしたの、これが欲しいのかな、かなってこうやってさせてくれる、そういう優しい気持ちの人たちがいるんです。そういう人たちがそういうおじいの全然足りない形になっていない動画を見て何を言おうとしているのかっていうのを理解してくれる人がいて、そういう人たちがおじいが伝えられないことをまとめてくれたりとか表現してくれたりとか足りない部分の情報を寄せてくれたりとか、そうやってやってくれる優しい人がおじいのチャンネルにはものすごく集まるんです。おじいが若い頃から何をしてもものすごくおじいの周りには人が寄ってくるんです。いろんな人が、もちろん悪人もいっぱい寄ってくるけど、でこれに本当にね気がついた。で今の若者たちは何でも形がないとできない。おじい、お前たちの時代と違うんだ、お前がこうやってどう言ったって今の時代は違うんだ、お前がこうやってやってこうだからって言ったって今の俺たちは同じことやったってそうはならないんだ、こうやって若者の声があった。じゃあ今のこの世の中の状態で、じゃあ今の条件で何も不利な君たちよりも何もできないこのおじいが、じゃあ YouTube を始めてこんな何もできない状態からね、やって、でもこんなおじいでも継続は力なり、ね、何かを発信する、やらないよりはした方がいいよね。で失敗を指摘する、失敗なくして成功にはたどり着けない、失敗がある。今の子供たちは失敗をするとリセットする、アカウントも作り直す。だからツイキャスのとかああいうのもそう、何か嫌なことがあったら、あ、こっちのアカウントに行きまーすね、リスナーさんこっちに来てください、こっちに移動しますとかすぐ捨てる。元気なおじいは良かったことも悪かったことも、それは全て元気なおじいとしてやってきたことなんで、褒められることも炎上することも元気なおじいの歴史なんです。だそれをリセットはしない。で、おじいのサムネも描いた絵も、おじいは、リスナー時代、発信なんかしていない時のね、わーってスクロールで流れる中にね、コメントを拾ってくれた。ちょうど誕生日だったんでね、みんな、なんか前日とか見てたら、ね、今日誕生日、誕生日おめでとうって言って、いいなーって、一人寂しく誰かからおめでとうって言ってもらいたいなと思って、無理だよなこんな流れるスクロールで、パラッてやったら拾ってくれた。でいくつって若い子に言うからと、ね、年上でも恥ずかしいからね、おめでとうって言ってしたで、元気なおじいおめでとうって言って、なんだろう誕生日かな、おめでとうって言ってくれたんで、すごい嬉しくて、でその時の気持ちで、おじいのアイコンはその応援アイコンで、そのお絵かけだったんでね、その子のライブに行くと買えるっていうステッカーで自分の、ね、絵を描いたね、それをこうパッと見た時の頭にパッて焼き付けたの、
こんな感じかなと思って、で、もともとあとクッピーラムネのシャムネ使ってたんだけど、あの親アイコンでこうマウスで絵を描いて、でそこのライブを見に行くときにはアイコン変えて応援するっていうね、うん、まあそうやってやってた時代があって、だからあのこう初めて投稿するとかね、そのおじいがね、まあとあるおじいがね、ファンだった芸能人の方がいてね、まあ80年代なんかよく絶対にね、こいつとこいつと絶対カップル役でっつってね、いつも制服を着てね、なんかわけのわかんないなんか恋愛のようなドラマばっかりなんか、やっててね、まあ最終的にはなんかくるくるパーマ、パーマになって、ざけんなよ、ベベベベみたいなね。ほんでなんか、そう、ドラマシリーズ終わっちゃった。そんなような人が、追加しでね、やってて、ああ、やってんのと思って行ったんだけど、投げ銭してくれるかっこいいさんのコメントしか拾わなくて、うん、ちょっとすごいショックだったね。うん、だ人がなりたくないなと思って、ね。なのでね、おじいの場合は、そういったところの区別はしない。新しい投稿でも、常連さんでもね、区別をしないで、その時にね、目についたとか拾いたいコメントを拾う。で、取り上げてテーマにとかしたりする。だから、いろんなものの、あれ教えて、これ教えてとかね、質問なんかも取り上げて一個の動画にする。答えるんだったら返信すればいい。でも、一人の疑問はみんなの疑問。一人が、質問することはみんなが質問したことだから。だから、動画になる。おじいはそう考えてるんです。その代わり、ググればすぐわかること。簡単なことはやらない。人をチャット GPT 代わりにする。ね、調べるのがめんどくさいから、ね、質問すれば答えてくれるわって、今の若者はそうだから、ね。だからそこの厳しいことをおじいは一言言う。言う代わりに、トレードオフで答えを教えてあげる動画を作ってあげる。取り上げると、さらされたーとかって言うんだけど、あなたのコメント、ここはオープンな場なんだから、ね、あなたのコメントは世界に発信してるんだから、取り上げようみたいな、これがクローズの場のやつを取り上げたらね、さらされたーっていうコメント、鍵垢でやってるわけでも何でもないし、ね、もともとあんた自分でさらしてる内容、取り上げて質問するから答えてあげたらとかってね、言うのがいるけどもね、そうじゃないんだよ。だ本当に、何もできないよ、おじいには。何もできないからね、お前は黙ってろ、こんなものあげるんじゃねえとかって、いっぱい来るんだけれども、何もやらないお前たちよりは、少しはマシだと自分の中で思ってます。そして、今の元気なおじいにはね、昔はそういう、批判 100% でね、分かってくれる人がいなかった、ね。見に来てくれる人が3人とか4人とか5人とかするぐらいの時はね、茶菓子しか来なかった。でも今は、おじいのことを理解してくれる人、ね。そしてそういう目で見ないでコメントをしてくれる人が一人出てきて、一人出てきたということは必ず二人目がいる。二人出てきたら三人目が出てきた。こういうコツ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 努力をして、今がある。だこういったことをおじいは今の若者に伝えたい。君たちは努力もしないでああだこうだね、いうことしかできない。何か一つでも達成してみろよ。行動に起こしてみろよ。否定をすることしかできない。これが今のダメな日本を作ったんだ。それを伝えたい。だから頑張っている。やっている。なので、おじいは自分の動画でね、皆さんにちゃんと説明して理解できるとは思ってはいない。おじいはすでに言ってます。おじいのチャンネルの動画は、それをきっかけにコメントしてくれる皆さんがジャッジをしてくれるし、ちゃんとね、補填保管してくれるし、そして成り立つ。
お尻が言ってることは新聞漢文だし間違ってることも多い。でも心優しい集まってきた視聴者さんたちがこの動画の内容を修正してくれる、コメントをいっぱいしてくれる。そこを見るとその流れもわかる。だからおじいのとこのこう言った時の動画のコメントを見るとものすごく重要ないろんな内容が集まるんです。これはおじいみたいなアホみたいな動画がなければ集まらなかった宝物なんです。おじいはこれをおじいみたいなアンポンタンでも行動を起こすことによって何かを変えるきっかけができるかもしれない。だおじいには何もできなくても、ここのコメントを見ることによって、正しい内容とか言わないこととか、もっと重要なことがいっぱい集まるんです。ね、こういうのも来ちゃうけども、こういった内容がおじいのところには集まるんです。だからおじいは集めてる。リンクはね、参考にしてね、助かってるんで、だから表にはこれ Google さんにバンされちゃうのでできないけども参考にさせてもらってます。そしてよくおじいここ見てここ見てってリンクベタベタ貼るけど、いや そこ見ていい、なんか感じるものがあったら100文字以内に、いやとあるところでねこんな内容でしたって書いてくれればそれをみんなが見れるんで、だおじい見てではなくておじいに見てほしいなと思って、なんで見てほしいなって言うとそれを参考にしてなんか作ってもらいたいんでしょ。だからここのね、とあるところで、名前出すと人の噂を知ることになるから、とあるチャンネルで、ね、こんな内容を見ましたって言ったら、こういう、この見てくれた人のカメラで、あそんなのもあるんだって、で興味のある人はそこを見に行くし、ね、でよく名前をズバリ書かないでって言ってるのは、ね、他のところでいいけどね、おじい、あなた、おじいの噂してたよとかね。だってね、くれて、うじいにくるかけりって言うとか、こうなるじゃん。で、こういうのって、何かのトラブルの原因なんでしょう。だから、ね、こう、書かない。で、あと、こう、よく、やめてっていうのは、丸を書いての一部伏せ字って、あれすごい気分悪いんだよね、みんなね。だから、それをやるぐらいだったら書くなってね、表現を変えろってね、それは基本的なことをよく言ってます。ね、こういうのも、いろんな、ね、ネットの書き込みとか、なんとかコムみたいなところで SNS を使うと、結構昔から叩かれる内容なんで、基本的な知識としてよく、シャツさんで言ってます。ね、まあ、そんなわけで、おじいのチャンネルは、本当に宝物なんです。うん。すっとどっこいの、ね、頭しか持たない子供たちは分からないかもしれないけども、ね、本当ね、おじいの動画はためにならなくても、おじいのところに集まるコメントはためになるんです。で、そういったところのコメントを見ながら参考にして動画を作る人たちもいるし、ね、おいしいとこ持って、ね、もうこういったものはもう持ちつ持たれつなんで、ね、おじいの役目っていうのは、おじいは人生の中でよく、おじいは主役にはなれない、そのポジションの人間ではない、そういう器ではない。おじいは一歩二歩下がったところの縁の下で、何か力を発揮できないかっていうね、そうやってそのポジションが一番向いてると思ってるので、なのでとにかく知識も何もない、ね、説得する表現力も何もない、何ができるのか、質よりも量なんです。何か有名人がポッて発信するとドカーンと何百万再生いってたくさんの人に伝わる。でもダメな内容でも質よりも量発信していれば、今回のね、なんかだから炎上するんだって書かれてるけどもね、まあおじいもちょっと想定外だったけれどもね、でも結果としてはいいことだと思う。良くも悪くもいろんなコメントが来る。で、それを見て判断するのは視聴者さんなんです。そうでしょ？だからね、批判、
いろんな批判というのは十人十色だから、いろんな人の考えが集まってほしいと考えます。だからイエスマンだけ集まるね、そんなところはもうクソくらいだし、ね、管制官が悪いんだって管制官を叩くわけでもないし、ね、解放基礎が悪いんだって解放基礎だけを叩くわけではないし、ね、航空機の方が悪いんだってね、叩くでもなく、ね、やっぱこの犯人探しと原因追及、原因を追及している間にどうしてもこの人のこれがなければっていうのがなっちゃうから、それは犯人探しはない。原因を追求するために避けては取れないもの。ただこれはこうだったよねっていうと、おじいの結論にたどり着いたのは国交省なんです。すでに出ている、ね、二重の安全対策、それを二個ともおろそかにしていた。そして今回はそういうセキュリティがあってもダブルチェック体制もなかったし、もう悲鳴を上げている状態だったから何も管理もできなかった。だから空港の管理もちゃんとしてないから ダメだった。プラス管制下にも悲鳴を上げている、そんな状態だった。でそういったものもこの本村の方がねちゃんと指摘してるわけなんです。航空管制下の乗員をって、ね、でこういったものも声もあってちゃんとね、このね、これを、ね、国交省は勤務実態の把握に努め必要な体制を確保し、この必要な体制はもともとダブルチェック体制福岡が行った後から他の空港も7カ所設置したセキュリティも含めて、ね、こういったものをど重大インシデントが起きないようにするべきではなったんじゃないか、これが必要な体制と言えるんではないか、おじいが言ってるのはそこなんです。この必要な体制を確保していきたいって、行きたいっていう気持ち、要望だけ。だね、こういう未来を現状して、消費税を減税で実現して、だーって都合のいいことばっかり言って当選して実行しない、ね、意識議員が多いし。ね、だから、ね、国土交通省は何のためにあるんだ、ただのお飾りなのよ、国土交省は。はっはーって感じでしょ。そんなことなかった？あったでしょ？だから調べれば調べるほど、ね、ここのなんか指示のミスもあるよね。あ、でもなんで入っちゃったのとか。で、教えなかったのか。だから皆さんが言ってるのは、ね、原因を調査して、ね、今後このようなことがないように対策を練るためにって、くしゃって言ってる人が多いけど、それがもうすでに過去に終わってるんだよ。そうでしょ？そのためにちゃんと PDF も出してるんだから、終わってるの。だから対策がもう完璧に仕上がってんの。それをさせなかったの、どこなのってこと。だから今回の、そのね、この空の安全が脅かされている。ね、管制官、この状態も問題がある。だから今回の問題だって、それでしょ？ちゃんと指摘してるんだから。で、ちゃんと国交省もしてたんだから。言われて指摘されてしてなかったんだから。だから 200% 防げた内容なのに、怒るべくして怒った内容。だから皆さんが言う、今後こんな事故が起きないように原因を調査して対策を、じゃないんだよ。もうそこが済んでるのってことを伝えたいのに、理解してもらえないの。だからこうやって一個一個わかるようなね、こうやって説明すればわかるって、こういうのを探すのにものすごい時間かかるの。そういえばこんな問題があったなとか、ね。そういうことなんです。まあ今回の内容はね、まあ3つぐらいちょっと言わせてもらったんだけども、ここまで見てる人はいないでしょ、ほとんどね。長いよ、見てらんないよ、つって。でもこれでもう短くしたつもりです。で、これ以上走りすぎると、は？って来るし、わかんない。何？ってね、言われるし。おじいの動画は何の紹介動画にしても検証もね、オープンボックスでこれへんあれへんこれへんとかってね、徹底追求するし、自分が何かの情報を真剣に知りたいと思った時は1秒でも多く、なんか新製品のやったら、あ、これが発売するの、うわーって言いながらね、
例えば、ジュランツとか、ホリサとか、ギムリと、うわー、あと半年後か、うわー、ね、新しい電話でかな、ちょっとでもいいかなって、もう同じのをぐるぐるぐるみたいな、ちょっとでも新しいシーンがないかなとかって、こうやって調べたい人。だから、おじいは1秒でも多くいろんな情報を出すために、いろんな動画とか、長く丁寧にもっと知りたいことを、その立場で動画を作ってるから長くなるんです。だから興味のある人。だからよくね、情報っていうのは、ね、勉強でも何でもそうじゃん。ね、勉強を言ったって、やる気にならない子供は入ってかないじゃん。もう経験してるからわかる。でも、ゲームを与えると、一瞬で覚える。ね。このモンスター出てきた、これは火の属性だから、水の魔法これでね、これやで、バン、おう、やったーみたいな。速攻で覚える。なんでか。ね。聞く耳を持ってるから、知りたい、調べる。そうでしょ？勉強はしたくない、調べたくない。だから、わからない。だから本当、気持ちってそういうもんなんです。何にしてもね、同じもんなんです。ね、だから、投げようとか分かんねえようっていうのは、知りたいという気持ちがない。ね。自分で何もできないのに文句ばっかり言ってるやつっていうのは、もともとおじいのチャンネルは、ね、さて攻撃をするためネタ探しで来てるだけで、本当にその内容を知りたいっていう気持ちで来てない。だから分からない。そして、日本っていうのはね、調べてください。日本、読解力、低下で調べてください。子供たちの理解力がない。それって、LINE でね、今言葉でもできないでしょ？だから言葉ができない。なんで、ね、これでスタンプとか、ね、片言でやってるから、だから、文字が、ね、言葉が作れないんだ。わかんないんだ。ね。で、そうやって言ったけど、じゃあ、そこでね、指摘されたんだよ。なぜ日本人だけなんですか？世界中にスマートフォンが普及して、みんな同じ環境なのに、なぜ日本人だけ、すとこどっこになってったんですか？そうだよね。それでいればそうだよね。そこに気がついた人もいるんです。そうだよね。でも、おじいは常日頃から、いや、日本人当たり前だよね、それでってね、お話し。おじいは異国政治がいいってかってね、言われるんだけど、ね。よく日本人は中国を馬鹿にする。ね。中国人はこうだから、ああだから、中国人は悪いんだ、とかね。だから、ネドに近いだわ、とかって言うけど、いや、日本人の方がものすごいひどい犯罪をしてるし、日本人が日本人を騙してるし、で、中国の方が真面目に仕事をしています。真面目にスピードを持って商品をアップデートするし、おじいも今ね、もう1000人を超える人とたくさんやり取りをしてきて、おじいのチャットなんかももうとんでもない人数がいつもね、連絡をくれるけども、みんないい人たちです。で、みんな親日だし、ね。だから日本で商売して、日本に留学来た経験者がほとんど多いし、あっちで日本語学校をしている人たちが、アマゾンとかでね、サポートしたりとかしてるんです。それをやってないところがダメなところな。ダメなところっていうか、やる気がないだけであって。ね、そういった実態を知らないで、中華だからとかね。いや、お金を出さなくて安物買ってんのに、これだから中華はとかね。いや、お金出してちゃんとしたものを買えば、中華でもいいものはいっぱいある。プロジェクターにしたってね、中華のものでもちゃんとした値段ね、20万、30万のものも買えば、とんでもなくいいものがある。日本よりも中国の方がものすごく発展している。こういう実態を知らない。ね。だから本当にね、日本は愚かだなと思ってね。愛国精神は、いや、愛国精神の問題ではなくて、ね。視野を広く持って、認めるところは認める。日本はもう、転がれ落ちてるんです。ね、その考えを、で、その中国の国、政治、その政治が悪いんです。で、韓国もそう、政治が悪いんです。中国人も韓国人もみんな日本が大好きなんです。みんな親日なんです。多くの人は。メイドインジャパンも大好きなんです。日本に遊びに、ね、来る人、大好きなんです。都合のいい時だけね、シヤホヤしてね。でも何かあると、って言うけども、その悪い部分は政治の部分なんです。だから政治と、中国とか韓国人の国民性考えを一緒にするなって、おじいはよく言ってます。
学んだことではなくて、自分の人生の中で実体験において覚えていたことなんです。これはね、こういったものを自分のチャンネルを通してうまく伝えることができないから、感じ取ってくれる人たちがいたら嬉しいなと思って、おじいはこのチャンネルをやってます。元気なおじいがね、このような形での表現しかできない、プロじゃないから、おじいの精神はこの精神でやってます。もうそのまんまおじいがね、こんな YouTube をやってる、これね。人に嫌われてもいいから、やっぱ日本の方向間違いないの、セリフになりたいね。あんまりマスコミに受けた人ってあんまり偉くなった人ないもんな、後で。だからそういった意味じゃ、やっぱりそうだな、いくら嫌われても石本追われるがごとくなってもいいけども、やっぱり後で国会議員として日本の方向を世界の中の日本という立場で間違えずにやったっていうのが、あの男だったなっていうのは歴史に残ってくれさえ、ぜひ長い目で政治家として育てていただきますようにお願い申し上げます。はい、まあこんな感じでね、おじいも自分のできる範囲で何かを考える、議論するためのきっかけ作りね、この日本の空の危険をね、振り返ってみると、ああ元気なおじいがなんかあだこうだ言って、なんかそのメディアがね、なんかそんなようなことをなんか言うようになって、あ、日本の空の味を守れた、そういえばあの男がいたな、ね、シャッターとか言われるような、その YouTuber は何だな、ね、そんなつもりで日々努力をしながら、ね、どんなに皆さんから、ね、嫌ってもいい、ね、石を投げられようが、ね、指定コメントを投げられようがいいんです。おじいがどんなに言われても、ね、何かのきっかけになっていただければ、そしてこの動画の皆さんのいい、よい、せっかくね宝物のコメント、それを見ていただいて、それをもう、ね、別々こんな意見はないけど、それで役立ててくれて、発信力力のある人たちとかマスコミも含めて、そういうところに何かしら伝わるきっかけになれば、それでおじいは嬉しいなと思います、ね、なかなか難しいことなんだけれども、ね、だからおじいは石より利用で、ね、睡眠時間を削ってでも発信をすることが今回の問題一歩でも、もう解決策はもうできているので、だからおじいはもうバカバカしいんです。原因を調査して、今後二度とこのようなことがないように対策をって、これがもうバカバカしくてしょうがないんです。今ある安全をしっかりとただ実行するだけで防げるんです。で、ストップバーにしてもね、視界は550メートル見えたからそんな条件に当てはまらないんだって、だその条件に当てはまらないじゃなくて、その条件に当てはまらないからね、つけてはならないではない、つけた方が望ましいっていう世界基準のあれがあるんだから、つけてはいけないなんてそんなルールはないんです。おかしなルールで羽田はね、つけなくてもいいってその判断でやってるだけであって、そういったものをね、昼間でも安全のために使うようにして20、30のね、チェック体制もしっかりとやって、それで防ぎましょう。この温度を取っていかなきゃならないんじゃないんですかって言いたいの、おじいは。理解力がないとわからないとは思うけど、ね、知ったことの声の皆さんね。だから、おじいは一つの家庭ができた。ね、すべての話は従った。でも、メディアとかね、だんだん親って方向に行って、国土交通省が管制官は業務は適切だった、すぐ強調するみたいなね、そこからなんかちょっと流れが変わってきている。おかしいよね。そういうことなんです。そこに気がつけるかどうか、おじいはいろんなことに惑わされない性格なんで、そういうところはぶれないで見れると自分で勝手に思い込んでるので、ね、
信念を貫いて、ここの原因はここ、ここの原因はここ、だから管制官の原因はここ、で、解放の原因はここ、ね、で、医者の方は、これはもう不可抗力、ね、で、調べていくうちに、ここだよねって、たどり着いたんです。行けば分かるさ。行って分かったんです。ダメだと言われている動画を作って、考えながら、皆さんからのコメントを見て、進んでいったら、たどり着いたのはここだったんです。それを予測している議員さんもいた。指摘されていた。答えていた。していなかった。事故が起きた。犠牲者が起きた。おじいはそう思ってますっていうだけのお話なんです。これを分かってくれとは言わないよ。おじいが悪くてもいい。でも何か変えたいという気持ちは真剣なんです。それはね、ふざけて動画を作ってるんじゃないとか、言い方が気に入らないとか、いっぱい書かれてるけども、じゃあ、だから、それを書いてる人たちは、見せかけでしっかり立派した人とか、いろんな肩書きを持ってる人がいると、おお、そうなんだ。おいで信じ込む。だから消火器を売りつけられるよって言ってんの。ね、おじいの人生はそういう肩書きで、ね、判断する人大嫌いだから、真逆の人生を選んでます。だからこそおじいの周りにはハートが温かい人が集まってるんです。このチャンネルの自慢なんです。何かこういうことが起きるたびに、安倍さんの件にしても、あの楽天の時にしても、何にしてもそうなんだけど、これがおじいの宝物なんです。鼻水が出てくるぐらいね、大切なことなんです。他のところには、羨ましいだろう、ないだろう。お金には買い難い、大切な宝物なんです。みんなが真似できない宝物をおじいは持っている。ここがおじいのチャンネルの自慢なんです。力なんです。最大の武器なんです。ね、どんな、へっぽこなバカ殿でも、ね、そこの城をちゃんと力をね、しっかりとした人が守ってくれるから、おじいのチャンネルは崩壊しないです。ね、そこに気がつけないのかなと思って、ね、まあ、でもね、ね、はい、その中でね、終わりたいと思います。もう11時になっちゃったんでね、今からお米といてちょっとご飯炊かないと食べるもんないんで、これ食べちゃうとトレードマークなくなっちゃうんでね、ちょっと我慢します。はい、終わります。じゃあね、バイバイ。